1977年の千松狩り乗降場と、周囲約500メートル範囲。上が、羽幌方面。民家の裏庭のような場所の、谷筋の道からは利用しがたい位置にあるが、国道と浜の堤防が整備される以前は、浜側に多くの民家があった。ホームの中央に階段があって、その手前に、待合室が見える。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成線小仮乗工場は、北海道ウルモイ郡小平町麻木、河川末に、かつて設置されていた、日本国有鉄道羽幌線の仮乗工場である。羽幌線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった、地名より、地名は1857年に、同地で、 巨場経営をした青森県人赤坂千松の名に由来するとされる。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。廃駅後約半年の1987年9月時点では施設の大部分が残っていたが、その後撤去された。2011年時点で東仮上工場跡付近の千松川には千松川橋梁の兄弟、 および橋脚が残存している。2017年時点では、施設は何も残っておらず、荒れ地と化していた。ありがとうございます。